2022年10月15日、ロシアのメディアが報じたところによると、ウクライナ北東部ハルキウ州と国境を接する、ロシアのベルゴロド州の石油貯蔵施設で火災が発生したと報じているみたい。ベルゴロド州のグラトコフ知事は16日に、ウクライナ軍による砲撃が数日間続いているとして通信アプリに投稿しているな。ただ、ウクライナ側ではこの件に関しての発信はなく、攻撃に関与しているかどうかについては不明らしいぜ。インターネットなどではロシアの偽旗作戦によるプロパガンダではないかとの見方もあるね。そうだね。さて今回は、ウクライナ軍によるロシア国内への越境攻撃について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ロシアのベルゴロド州はモスクワの南にあり、ウクライナのハルキウ州、ルハンシク州と国境を接する面積約2万7100平方キロメートル、人口約151万人の州であるよ。州都ベルゴロドの近郊には、第二次世界大戦で旧ソ連軍戦車約3000両とドイツ軍戦車約2800両が激しい戦闘を展開した。史上最大の戦車戦、クルスクの戦いにおける激戦地プロホロフカがあるみたい。ベルゴロド市は人口約35万人の地方都市で、首都モスクワからは南方に約 580km の距離があるけど、ウクライナ第二の都市ハルキウからは北北東に約 70km の位置にあり、国境線からは約 30km しかないため、ウクライナ軍は例えば高機動ロケット砲システムハイマースなどの、長射程ロケット弾を使用せずとも、通常の榴弾砲の射程内に収まる距離にあるんだって。ロシアがウクライナ侵略を開始して1ヶ月と少しが経過した4月1日にベルゴロド市内の燃料貯蔵施設で大規模な爆発が起こって火災が発生したことを受けて、グラトコフ知事はソーシャルアプリを通じてウクライナ側の攻撃であると主張していたな。さらに7月3日には市内で大規模な爆発が相次いで発生して、集合住宅11棟と民家39棟が被害を受けて少なくとも3人が死亡して4人が負傷したけど、この時のグラトコフ知事はウクライナ軍による攻撃かどうかの明言は控えていたんだよ。インターネットなどでは、これらの爆発についてはロシア軍の偽旗作戦であり、国際社会と国内向けのプロパガンダであるとの見方が多数だったぜ。また、西のベラルーシにおいても国境沿いの軍事施設などがウクライナ軍による砲撃を受けたなどの報道もあるが、これらウクライナとの国境沿いが攻撃を受けているとの報道は、プーチン大統領がウクライナ東部のルハンシク州とドネツク州、南部のザポリージャ州とヘルソン州の4つの州を併合宣言や、部分的動員令を発した直後から増加していることに着目して、やはりロシア側による偽旗作戦ではないかとの見方が多いぜ。ベルゴロドは、ハルキウ州を奪還された現在でもルハンシク州やドネツク州のロシア軍部隊への、重要な補給集積地点であり要衝であるため、ウクライナ軍が直接攻撃を加えるメリットはあるけど、途中の要衝であったクビャンスクやイジュームを奪還されているため、現在の補給路は東寄りに大きく迂回して設定されていると見られていて、ベルゴロドを通過しているかは不明であり、ルハンシク州奪還を目指すウクライナ軍がベルゴロドを攻撃する意味はあまり大きくないとされているんだよ。また、ロシア軍もベルゴロドを本気で防衛しようと思うのであれば、現在ウクライナ全土に飛ばしているミサイルやドローンをハルキウに集中させるはずだよな。それをしていないことから見てベルゴロドはもはや要衝とは言えないとする見方もあるのかもしれないね。ロシア軍がクリミア大橋爆破の報復として始めたウクライナ全土へのミサイル攻撃は次第になりを潜め、ここ数日はドローンによる自爆攻撃が主体となっていて、プーチン大統領は10月14日にカザフスタンで開催されていた国際会議後の記者会見でウクライナ全土への大規模空爆について触れていて、もはやこれ以上の攻撃は必要ではないとして、その理由について、ロシア軍が設定した29箇所の目標物のうち22箇所を破壊したと説明した上で、我々の任務はウクライナを破壊することではないと述べ、残りの7箇所については大規模空爆でなくとも、破壊が可能との認識を示したほか、ロシア国防省が17日に、ウクライナの軍事関連施設と電力供給関連の系統などを、誘導ミサイルによる攻撃によって全て破壊したとしているみたい。しかし、西側諸国のメディアから伝わってくるウクライナ側の被害としては、ロシアが目標にしたとされている軍事施設や電力関連インフラ施設よりもアパートなどの民間施設などの破壊も多く、ロシアからのミサイル攻撃が減っているのは誘導ミサイルや短距離弾道ミサイルの在庫が乏しくなったためであろうと見られていて、そのためにイランから購入した自爆型ドローンによる攻撃が中心となっている可能性が指摘されているな。イラン製の自爆型ドローンについては、ロシアが購入した機数は数百とも数千とも言われていて、これまでにかなりの数が使用されていて、17日は首都キーウに対して、ドローン攻撃があり4人が死亡したことを、ウクライナ当局が明らかにしたんだって。
キーウは5回以上の攻撃を受けたとしてシュミハリス省が説明しているが、内務省当局者によると、そのうちの1発は市内の主要駅近くに着弾したとしているぜ。そして当局は同日、キーウ地域の防空システムは、ロシアによるドローン攻撃に対応できていると述べているけど、キーウ郊外ボリスピリの市長は市民に対して、当面シェルターに留まるよう促しているみたいだよ。ロシア軍によるウクライナ全土への砲撃や空爆は17日も継続しており、ウクライナ空軍は17日に東部及び南部に飛来してきたイラン製の自爆型ドローン37機と、巡航ミサイル3機を破壊したことを明らかにしたんだって。ロシア軍からはまだ砲撃や空爆も続いているけど、飛んできた自爆型ドローンや巡航ミサイルをウクライナ軍は破壊したんだね。ウクライナのモナスケルスキー内相は、ロシアが17日に発射したドローンが42機であることを明らかにして、37機をウクライナ治安部隊が撃墜したと述べて、飛来したドローンのうち約30機がキーウを標的にしていたと語ったんだよ。さらに東部のドニプロペトロウスク州とスムイ州では重要なインフラ設備が狙われ、スムイ州の軍当局者が明らかにしたところによると、同州ではロケット弾の攻撃によって3人が死亡、9人が負傷し、民家1625戸が停電に見舞われているというぜ。ウクライナの中部や北部ではエネルギーのインフラに被害が出ている中、国営電力会社ウクレネルゴは Facebook に電力網は制御できているとの投稿を上げているが、デニス・シュミハリス省は市民に対し、電力供給を安定させるために、特にピーク時の電力消費を減らして協力するように呼びかけているみたい。レズニコフ国防相は16日までに、ロシアが多用しているイラン製自爆攻撃型ドローン対策として、妨害電波などによって無力化するための新たな技術が開発中であることを明らかにしたらしい。ロシア軍がイラン製ドローンを追加購入する動きが見られるとして、それへの対抗策として撃墜したドローンを分解し、内部に搭載されている電子頭脳 AI の種類の特定や解析を急ぎ、電波妨害などの対抗措置を検討しているとしているんだって。自爆用ドローンは搭載している火薬量は少ないものの、命中すると火災を生じさせるために、多数機が命中すると大きな被害につながることが多く、ウクライナは全機をミサイルなどで撃墜する。ハードキルだけでの撃墜漏れを防ぐために、電波を利用するソフトキルによる防衛を目指しているのであるけど、その開発が完成するまでの間は、西側諸国からの防空ミサイルシステムが必要であるとして、アメリカや北大西洋条約機構NATO加盟各国に対して、さらなる防空ミサイルシステムの供与を求めているんだよ。ゼレンスキー大統領は、ロシアはイランから自爆攻撃ドローン車ヘド136-2400機を、イランに注文していると述べているが、イラン側はこれまでにロシアにドローンを提供していないとして否定しているぜ。しかし、ウクライナ軍が撃墜したロシア軍のドローンがイラン製であることはすでに確認されており、この先ドローンの他に、弾道ミサイルなどもロシアに提供する可能性が指摘されているんだって。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録よろしくね。